ずはヘアミルクを髪全体にしっかりなじませます。ヘアミルクがない場合はオイルなどでも大丈夫です。ムラができないようにしっかりなじませる。次はドライ。ここでしっかりとつむじから放射状になるように意識しながら乾かします。左右に振って根元の癖も取りながらやると、根本は全体的にしっかりと立たせてあげているとスタイリングがやりやすいです。めくって風を当ててあげるとふんわりしてくれます。前髪を上げるスタイルなので、上げたい場所はしっかりドライヤーを当てるのがポイント。当てすぎも形がおかしくなることがあるので注意しながらドライ。次はアイロンも入れていきます。今回は外羽のみで作るので、全体的に強弱をつけて羽感を入れていきます。あえて同じ強さの羽を入れないことによって自然な感じが出ます。たまに散らしてあげたりすると全体に馴染みが出て統一感が出てきます。アイロン終わりはこんな感じ。今回使用するワックスはこの2つ。1対1の比率で枝豆1個分ずつくらい。まずはバックの部分から薄くなじませて、トップからフロントにかけて1層ずつペラペラめくっていくようにつけていきます。前髪は根本からめくってちょろ毛が出ないようにしっかりつけていきます。サイドの髪の毛もしっかり拾ってあげて、ムラなく全体を立ち上げます。全体的に髪の毛を立たせたら、毛先を握るようにワックスをなじませたり散らしたりして動きを出していきます。なじませ終わりはこんな感じ。トップから前髪にかけて放射状に振り下ろすように指を通していきます。せっかくアイロンを入れているので、アイロンで作った羽感を崩しすぎないように優しく振り下ろします。たまに太い束や絡まってしまっている毛束が出てくるので、縦横にランダムにほぐして裂いていきます。最後に全体を見ながらシルエットを整えたら完成。どの角度から見てもかっこよく決まるおすすめのスタイルです。みんなも真似してやってみてね。